長井食堂。群馬の旅番組で一番紹介されてるんじゃないかね。もつ煮定食が590円。普通に頼むと、ご飯がね、大盛り。普通に頼むと大盛り。レディースとかあるよね。あとは隣でね、ハンライス、もつ煮大盛りなんて頼んでる人いたね。生姜とニンニクが効いてるんだよな。まあ濃厚だよね。まあ他でいろいろねもつ煮食べるけど、何が違うって生姜がものすごい効いてるよね。まあ美味しい。うん、あそこ知っちゃうとね、他がちょっと物足りないやな。それぐらい美味しいね。まあ納得だよね。大体ね、いつ行っても、20人30人ぐらい待ってる時あるよね。よく並ぶよね、30人とかね。頼めばね、注文はね、2分ぐらいで出てくるよね。でそれぐらいで10分ぐらいで食べ終わっちゃうでしょ。だから多分30席近くあると思うんで、まあ、10分ぐらい待つと、まあ、30分ぐらいね、多分経営者なんだろうけど、おばさんがね、頭に計算が早い。あっという間に計算終わるね。今日はね、14時10分過ぎぐらいかな。うん、列はなくなってたね。まあ、中も、そうだね、4分の1ぐらいは空きがあったかな。あるいは14時過ぎだな。